どうも、レオンでございます。今日もね、動画撮っていきますか。今日はね、なんだろうな、まあ、悲しいお知らせというよりもちょっともう笑えるネタ、笑える話だよねっていう、ことを伝えていこうかなと思います。どういうことかというと、現在 J リーグ最下位コンサドーレ札幌、面白いですね。もしかしたらね、ワンチャンこの動画上げてる頃にはミシャが解任されてるかもしれないですけど、一応直近ではですね、三上 GM っていうのかな、無能だと思うんですけど、この GM がですね、こんなカオスな状態にもかかわらず、ミシャを続投させますとどういうわけかで、ただし今シーズン限りでクビですとどんな通達みたいな、監督もやる気ねえじゃんみたいな、まあ、なんとかして残留させますみたいなことはね言ってたと思うんですけども、すごいよね。こんなカオスな状態でさ、クビにしないって、そんなやり方もあるんだね。まあ多分過去の動画でも言ってると思うんですけど、まあ、おそらく次やる監督が見つからないっていうパティーンだと思うんですけど、まあ、ミシャって前も言ったんだけども、まあ、要は草サッカーをね、プロでやったらどうなるんですかっていうことを実験してるんですね。草サッカーでディフェンスしないじゃないですか。ひたすら攻め合うじゃないですか。点の取り合いで。で、それを J リーグでやってみようっていう、そういう監督なんですよ。だからディフェンスの練習一切してないですね。なんか面白かったのがね、なんかネットニュースに載ったんですけど、元コンサドーレ札幌の J っているんですよ。J ボスロイだな。それがですね、インスタか X かわかんないですけど、何かで、ディフェンス、ディフェンス、ディフェンスってなんか、つぶやいたらしいんですよ。要はディフェンスせよと。ミシャは一切ディフェンスしないんで。だから、まあもう J2 に降格することは決まってるんですけど、まあ、なんていうのかな、ここまでして、ミシャを守ろうとする、その GM。これ実際はね、どういう構造になってるかっていうとね、これ多分前も言ったと思うけどな、三上 GM ってよくわかんないですけど、まあ多分、まあ最近の GM だと思うんですよ。そんな、なんていうかな、ベテラン GM じゃないと思うんですよね。でも、ミシャは超ベテランじゃないですか。多分首切れないと思うんですよ、要は。関係値の中で。あまりにもミシャがデカすぎて。で、これがもっと経験値のある GM だったら、じゃあミシャ悪いけど、もう首ねって言って首にするんですよ。でもあまりにも多分この三上 GM が権力ないというか、まあ情に脆いというか、勝負と情をね、一緒にしちゃってるパティーンなんですね。なんで、ミシャを切れないんです。で、これをまた輪をかけるのに面白いのが、北海道民。前も言ったと思うんですけど、やっぱ地方って、自分のチームが負けても、なんかあんまりブーイングしないんですよね。まあ、しょうがないじゃん。次頑張ろうよ、みたいな感じで。これが多分ね、それこそレアル・マドリードとか、インテルとか、バイエルみたいな名門クラブやったら、多分もう、暴動起きてますよね。でも、暴動が起きないのは北海道が田舎だから。プロビンツァだからね。だからみんなのんびりしてるんだろうね。そんな感じがする。だから、サポーターからの圧があんまないような気がするんだよね。で、たまにね、サポーターからちょっともいい加減にしろよ、みたいな感じで、キャプテンのアラノかな、あれがなんか、おう、頑張るから、みたいな言ったけど、これ多分海外だったら完全にもう、危ないですよね。多分、クラブのクラブハウス燃やされてますよね。っていうレベルなんだけども、まだまだね、田舎なんで、まあ、そこまで行かないというところで。だからそういう点ではね、すべての環境が甘やかしすぎなのかなって。ティフォージも甘いし、GM も甘いし、すべてが甘い。これ多分海外やったらね、選手から多分暴動が起きると思うんですよ。もうやめさせろみたいな感じで。こんな監督のもとでやってられないみたいな感じで。で、多分選手も何人かそういう選手いると思うんですよ。でもそういう選手は表に出てこないから。さすがにそういうのやっちゃうと、例えば選手の次のね、就職先とかに関わってくるからね。さすがにできないと思うんだけど。まあでも、結局誰が悪いって言ったら、ミシャは悪いんだけど、結局ミシャを雇ってるのは GM やから、GM が決断すれば話が早いんですけど、決断ができないと。なぜですかと言うと、GM に力がないからと。ミシャがあまりにもデカすぎて、まあ温情なんですね。今まで頑張ってきたから。確かに頑張ってきたと思うよ。あのコンサドーレっていうね、土地はでかいですけど、超田舎ですから。クラブの規模もね、金もないでしょうから。そんなところを、まあ、ずっとね、J1 に残留させてるわけですから、それはすごいよね、マジで。だから、それだけを、思ってるから、情が出るんでしょうね。いや、今まで頑張ってくれたから、
あなたと一緒に心中しますと、そうすると J2 降格だよということが分かってないんだよねでもね、面白い。こんなネタ提供してくれるなんて最高。うん、そう、普通のことを普通にやれば残留できるんですよ。でも普通のことやりませんと、もうミシャと共に自爆しますということを宣言してるわけですからね。いや、これ面白いですね。俺の予想よ、多分このまま多分ね、最後まで無理だと思うんですよ、実際は。なぜなら、だって勝つ要素ないもん。ずっと負けるから。ずっと負けていってミシャも耐えられへんと思うよ。いや、こんなもうこのままなんか記者となんかこう結構バチバチになったらしくて、多分なんか変なこと言われたから分からへんけど、それは言われるよ。うん、こんだけ負けたら多分ね、ミシャどっかのタイミングで自分で辞めると思うよ。もしくは GM がクビにすると思うんやけど、まあ多分持たへんと思うんですよね、さすがに。うん、いや、面白いね。こんな面白いネタ提供してくれるコンサドーレ札幌、ありがとう。そして J2 降格おめでとう。ね、コンサドーレ、そうね、また、まあ、地方にしたでかい方だから、10年以内に上がってこれんじゃね。